今日は12月の4日火曜日、ボギーチャンネル、私夫妻のポッキー手どこんでございます。いやもう今日ちょっとね、友人と一緒に、沖縄本島の、西海岸の恩納村にちょっと行ってきたんですよね。まあちょっと海岸線のチェックに行ったんですけど、本日午後から、沖縄でははい、なんかちょっと止まってしまったようですね。午後からちょっと出張ってきたんですけど、何をしに行ったかと言いますと、沖縄本島西海岸の、特に恩納村の、赤土汚染についてですね、現状をちょっと見てきたんですけど、本当にひどいもんでございました。この恩納村にはだいたい主な川が4つぐらいあるんですけど、そのうちのもうそのほとんどが大雨による赤土が海に流れ出しまして、この川が真っ赤に染まっているという状況でございまして、本当に沖縄には赤土防止条例っていうのがあるはずなんですが、このように大雨のたびに赤土が海に流れ出していると、本当に沖縄の大切な海はどうなっちゃうんですかね。どこぞの知事は、この防衛局が今石づりを搬出しようとしている琉球セメントの、港の方に、目をつけまして、そこに積んである石づりから赤土が流れる可能性があるので赤土防止条例云々なんて言ってますけど、いや私が見たこの川の汚染っていうのは琉球セメント云々の話ではございません。もう濁流のように海に真っ赤な水が流れ込んでいました。いやビデオ本当に撮っとけばよかったなと思ったんですけどね。今日もちょっとなんか不安定ですね。時々固まるようでございますね、皆さん。調子悪いのかな。上がったり下がったりしてるのがちょっと気になりますけど、カクカクですね。ちょっと窓際の方に寄せてみましょうかね。今大丈夫ですか。この本当に赤土のね、海に流れ込む赤土の状況を見てますと、本当にこのまんまで沖縄の海って大丈夫なのかななんてね思いました。農地やね、それから、土地の、開発などで今日のような本当に洗車機のような雨が降った時にはこの赤土が海に流れ出しています。そういったところに目を向けず、半吉のために、その赤土防止条例を道具にしている今の沖縄県、そして沖縄県知事、ちょっとねあなたは本質から大きく外れてんじゃないのというふうに私は言いたいと思います。県の職員も、この琉球セメントの港にいて赤土の流出がどうだこうだという前に、沖縄本島のね各地の川を巡って、そこに赤土の水が流れ込んでないか、これをね調査すべきではないですか。私が本日言った4つの川、すべて赤土で真っ赤に染まっていました。多分このままでは沖縄のエメラルドグリーンの海もね、将来本当に濁った海になっちゃうんじゃないかなって思っております。佐木店長こんばんはんこでございます。カータンさんどうもいつもありがとうございます。ベルさんこんばんはんこ。それからふみゆみさん、南大阪さん、のりぞうさん、りるりるゆきとさんに、タイガージェットしんさん、カルガモさんに、それから、コレキオアットスメラギやさかさんこんばんは、かなたさんもお見えですね、ガラさんこんばんはこでございます、ホワイトさん、そして榎本さんこんばんはこ、どうです、ちょっと安定してきましたかね。少しは中村さんどうもこんばんは。ステンレスボール今日ちょっと持ってきてないんですよ。はい。カクカクしてます?はい。してたらまた言ってくださいね。はい。ということで今日も早速面白いというか、沖縄の新聞の自画自賛、はい、自画自賛のね、お話からいってみたいと思います。さて今日の沖縄の新聞自画自賛、これでございます。はい、これは2018年12月3日、昨日の琉球新報さんから見出しが、報道がヘイトを断ち切ってというタイトルで、専修大学山田教授が提言。はい、専修大学山田教授が報道がヘイトを断ち切ってと提言をしたということでございます。さてどういうことかと言いますと、早速読んでみたいと思います。はい、山田教授曰く、沖縄メディアに対する偏向バッシングについて、政府を激しく批判する沖縄メディアこそが世界的に見て普通の報道であり、本土の報道が普通でないと指摘したと。そうですね。いくらギャラもらったんですかね。すごいですね。沖縄の新聞を見て変更してないと思うのが普通であってですよ。なんで外から見てる人がこれがね普通の報道だと言えるのか、意味が分かんないですよね。はい。本土の報道が普通ではない?いや、それってちょっと違うんじゃないですか。オキパイオからすると朝日新聞さんですが右と言われておりますからね。さて言葉が続きます。近年ソーシャルメディアを中心に急増する沖縄ヘイト、大分さんこんばんは。急増する沖縄ヘイトの要因についてメディア側にも要因があると。ヘイトは犯罪であり、ジャーナリズム側が連鎖を断ち切らなければならないと提言をしたと。すごいですね。そうなんですか。いわゆるネットの中のいわゆる沖縄ヘイト、その沖縄ヘイトの意味が私分かんないんですよね。はい、沖縄のじいさんばあさんはね、なんだかんだ若者はねどうだこうだって言ってる。はい、なんとかネットさんのことは大丈夫なんですかね。はい、あれこそまさに私沖縄ヘイトだと思いますし、ツイッターの中でも沖縄に関係するようなアカウントで、はい、思いっきりこの反対派の擁護をしている人たちっていうのはそのほとんどが県外の方々ですからね。はい、そして、このように平和運動に寄り添うものは何のチェックもしないでそれに異を唱える、もしくは、私とかサンゴハートさんのように事実をありのままに報道すると沖縄ヘイトと。それをね断ち切るのがメディア、ジャーナリストの役割だと言ってるんですけど、いつからジャーナリストは検閲をするような役割をになったんですかね。いやー、この教授本当にこんなので給料をもらってるのかなと思いますよ。はい、大分さん今日もよろしくお願いします。さて続きまして、はい、続きまして言葉はもっと続きますよ。はい、琉球新報と沖縄タイムズが知事選をめぐりインターネット上で飛び交った嘘やデマ、真偽不明の情報などを検証したファクトチェックについてはと。日本のメディアの固定概念から出した取り組みであり、本土のメディアができない沖縄ジャーナリズムの強みだと語ったということで、多分ネジが左に思いっきりねじ切れてるんじゃないんですかね。そうです。モハビの運び屋さん、日の丸焼いたりね、ちょっぱり死ねとかああいうことを言ってる人たちのことは何も言わないで、はいね、左翼とか右翼とか言われるとヘイトとか言いますけど、ご自身たちはネトウヨとか、ね、デマ野郎とか言いたい放題していますけどね。シンマンさん、食事中ですが吹きそうですわということで、まあ、これが新聞記事に載ってるっていうところが私は片腹痛いと。つまり彼らがいかにネットをね貶めようとしているのかということをね如実に表しているんですよね。はい、最近の沖縄メディア、取材はしないでツイッターばっかり追っかけてる人もいるみたいですよね。ツイッター、いや本当に下劣というかなんていうか、今の記者っていうのはそんなにレベル落ちちゃったんですかね。はい、まあ本当に私はこの記事を見てにんまりしました。よっぽどネットが怖いんですねということで、いや先日ね中高生集めての、いわゆるディスカッションでも SNS で流れてるデマなんて言ってましたけど、はい、新聞は嘘を書かないとか言ってましたけど、いや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 新聞平気で嘘を書きますからね。はい、ということでもう本当に噴飯物の、自画自賛マスターベーションの、記事でございました。さて、まあ、そう言ってる、ね、メディアがどんなことをまあ報道してるかというと、一番やっぱり信用できないのが市民です。はい、塩鯖さん、私もそう思いますよ。はい、カーターさん、間違いを書いても嘘は書かないそうです。そうですね、嘘を書くときにはこれは取材をしたね相手が言ったんだって言って逃げますからね。さて市民、一体これは皆さん何なんですかね。まあ、沖縄メディアがよく使う言葉が市民、市民ですよ、市民。いや私このね市民って使ってる間はもう本当にフェイクだと思っていますけどね。さて市民、市民といえばこれも市民らしいですよね。どうですか皆さん、これ市民ですよ。これ市民は市民でも平日からですね仕事もせずに基地の周辺でこんなことをして生きていける市民、すごいですよね。はい、これもしね日本以外のところで同じようなことやったら射殺されてますよ。これ射殺、間違いなくねテロリストだと思われて射殺されます。なぜされないか、この国が日本だからですよ。はい、日本だから、だから米軍そういうことしないんですけどね。そういったことも分からずにこんなことやる、同じことをね中国で天安門でやったりね、ロシアに行ってやったらどうなるか、やってみりゃいいんですよね。はい、いや市民活動があまりにも自由すぎですと。どうでしょう皆さん、これ市民ですよ、市民、市民でございます。はい、これも市民でございます。はい、沖縄タイムス辺野古取材班12月4日。はい、新基地建設に反対して座り込む市民約40人を機動隊60人が強制排除と書いています。市民、これは市民なんですかね。平日から仕事しないでこんなことをやってる人たちが市民って言えるんですかね。私はちょっと違うんじゃないのと思いますよ。はい、これも市民ですね。皆さん市民ですよ。はい、12月4日午前9時、はい、名護市阿波の琉球セメント社の桟橋入り口。はい、市民らは県の許可を得ていない違法な工事を許すわけにはいかないと抗議の声を上げていますと。ね、本当に自然を守りたいと思ってるんだったら、これのね5時間後恩納村の海赤土で真っ赤に染まってるんですよ。その原因を突き止めてね、なんでそれに抗議しないんですか。この人たち自然守ろうとか自分を守ろうという気持ち、これっぽっちもないですからね。もうただ基地に反対してるだけ。それを覆い隠すためにジュゴンとかサンゴとか海とか使ってるだけ。だからマスコミが市民って書くときには眉唾もんだと思っていいですね。こっち系の方々が何かやると民族派とか右翼団体とか書きますけどね、向こうがやると全部市民とか市民団体。石川さんこんばんは、こでございます。すごいですね、市民ですよ、市民。はい、これも市民でございます、皆さん。はい、琉球セメント株式会社の前に押しかけた市民の皆さんでございますよ。はい、これで琉球セメントの業務妨害とかしたらもうカンナマスタイルそのまんまじゃないですか。どん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 カンナマスタイルに近づいてるような気がします。まあこっちもちろん会社の私有地の中です。そこに勝手に入っていますので、本来であれば不法侵入。そうですか、アタンさん、私有地です。不法侵入にあたります。今後だから琉球セメントさんの対応いかんではガンガン逮捕される可能性が出てきてると思います。まあでも反戦平和は免罪符、反吉無罪のじいさんばあさんたちは法律なんて関係ないですからね。さて、その方々が応援をしています、我らが玉城デニー知事、土砂搬出は違法。玉城知事、公共用財産管理規則違反で琉球セメントを指導へということでございます。で、何を言いたいか、今回の土砂搬出に関する手続きが違法と指摘をしたと。もうね、自分たちが違法行為をしていることは何一つ言及せずに相手の揚げ足取りばっかりをやる沖縄県。私今日フェイスブックに書きましたけど、このようにね、もうことごとく国に対して揚げ足を取るんであれば、今後玉城デニー知事が陳情する案件について一切応じないというね、厳しい態度を取ったらどうですかというふうに私は提案しています。それと一括交付金、はい、一括交付金の自由裁量分、つまり県が自由に使える部分を限りなくゼロにしてですね、すべて国の紐付き用途を限定した使い道をするようにして、徹底的に会計検査院のチェックを入れると、はい、やったらいいんですよ、ね。このように重箱の隅をつくようなことをするならば、国も同じようなことをやればいい。私はそういうふうに思っていますよ。そして下の防線、赤土等流出防止条例にも抵触するとの認識を示し、行政指導をすると言っています。赤土等流出防止条例、今日私が見た海も真っ赤でございました。はい、そして皆さんに一つの実例をお見せします。はい、赤土流出防止条例。さて、これは辺野古の第2バス停のところ、沖縄サンゴハートさんが必死に守っていた緑地帯なんですけどね。あ、玉猫さんこんばんは。さて、右側のなんか街宣車、社民党と書いていますけどね。さて、左側オキパヨの車ですけど、皆さんここもともと緑地帯だったとこです。それがどうですか、赤土がむき出しでございます。赤土がむき出し、はい、ここね、サンゴハートさんもともと綺麗な芝生だったんですよね。はい、そして次、はい、別の角度から撮りました。どうですか皆さん、赤土がむき出しになっています。はい、赤土がむき出し、当然ね、雨が降るとどうなるか、雨が降るとどうなるかっていうのをサンゴハートさんの写真で皆さんにお見せします。はい、いかがでございましょうか皆さん。これこそね、赤土の流出でございます。赤土流出防止条例に抵触するような状態はこのことを言うんじゃないですかね。自分たちの仲間たちが勝手に駐車場を使って緑地帯を破壊し、このように環境破壊をしているのには見ないふりをする。はい、これもズケちゃん公共用財産ですよ。ここ公園ですから。はい、公園。いやもう本当にね、これひどいでしょ皆さん。これ洋服赤く染まるぐらい赤いんですよ。だって道のラインが見えなくなるぐらい。はい、これにはだんまりをしてね、国のやることに難癖をつける今の知事のやり方っていうのは、これはもうダブルスタンダード以外の何者でもないと思っております。しかし国の方は、はい、県から指摘を受け、土砂の積み込み作業を中断、はい、積み込み作業を中断しています。そして、今や防衛大臣事実関係を確認中ということで、本来であれば事実確認をきちんとやった上で着手してほしかったんですけどね、このように玉城知事がこれは違反ですということを言って、行政指導を、琉球セメントにやるということになったもんですから、国の方は、はい、今のところ今日からこの石のね積み込み完全に止まっております。船も今ここにいません。どっかに移動してるようなんですよね。でも本当に環境に関心がある人だったら、こういうところじゃなくてね、恩納村の海岸、辺野古の海岸見に行ってくださいね。基地がなくても赤土がねどんどん海に流出しています。本当に海が大切だというんだったら、そういったところをきちんとやるべきなのに、平和団体とか環境保全団体っていうのはもう基地に絡まないと何もしません。それが一体何を表しているのか。つまり彼らがやってることは、はい、もう完全に仮面をかぶってるということなんですよね。はい、しかし本当に困ったもんでございます。さて今皆さんの中から、はい、生まれた年の西暦に年齢を足すと2018になると自慢するなんとか民主党沖縄県連会長と書いてますけど、川田さん誰なんですかね。それとなんか先日の那覇マラソンにですね、ただ一人ですね、自分の上り旗を立って愛想を振りまいていた政治家がいるそうですよ。はい、私写真入手しましたけど、もう本当にね、もう愛想も突き果てました、ね。スポーツの祭典であるこういったマラソン大会に唯一走るんじゃなくて自分の上り旗を立ててランナーに一生懸命手を振っている。いやー、こういう政治家にはなりたくないなと正直私思いましたよ。はい、では続いての話題いっちゃいますね。いや本当に話題がいくらでもあるんですよ今日も。はい、では今日の話題、まず1つ目、もう本当に沖縄らしい話題でございます。沖縄タイムスさん、はい、今日の5時35分配信。駅伝中白バイを追い越し、あれ大会関係車両支給日だったということで、はい、赤い棒線を私引っ張ってありますよ。はい、八重山毎日新聞主催、八重山郡陸上競技会主幹の競技役員を務める男63歳。新聞の関係者なんでしょうね。はい、競技役員を務める男63歳。あれそう、ちびぬさん。名前がないんですよ。名前がない。ちょっと不思議ですよね。なんで名前がないのかな。はい、それ続いて記これ第44回の、マラソン大会、はい、これ無免許で指揮を帯びたまま大会関係車両として自家用車を運転をしていたと。つまりマラソンの時には同伴者みたいに一緒に走ってる車がありますよね。それを、ね、指揮帯びで乗っていたと。そしてこの容疑者の車が黄色の中央線をはみ出して交通規制に当たってた白バイを追い越した白バイを追い越したと。よっぽど酔っ払ってたんですね。警察官が停止を求めたら基準値の2倍以上のアルコールが検出され、免許は取り消し中だったと。いや、これ本当に川谷さん最悪ですよ、ね、だって免許取り消し中で飲酒運転ですよ。それもマラソン大会、沿道には観客もいっぱいいますよ、ね、ランナーも走ってますよ。そして目の前に白バイもいますよ。そんな中で堂々と飲酒運転をして実名報道されない、はい、そして大会を主催する八重山毎日新聞社、あってはならない事案で誠に申し訳ない、再発防止に向けて対応していくと。いや、役員してて無免許で飲酒運転して実名報道がない、すごいと思わないですか皆さん。では米軍の場合はこれです。はい、いつも安定の琉球朝日放送さん、指揮及び海兵隊上級順位を逮捕ということでございまして、さてこれはどのような案件かと申します。これだいたい2日ぐらい前のやつなんですけどね。はい、同じ指揮帯でも米兵だとこうなります。米海兵隊上級順位ニール・サイプ容疑者34歳、どうですかゆいぽんさん、正義の琉球朝日、すごいですね。先ほどのニュースはすごい悪質なのに匿名報道、これは米兵というだけでフルネームで報道します。いつもこうです、沖縄のメディア。どうですか皆さん、この差っていうの。いや、私飲酒運転は絶対に認めませんよ。ダメなものはダメなんですよ。いや、本当は私ね、飲酒運転、酒気帯び全部ね、名前公開した方がいいと思います。小杉さん、こんばんは、こでございます。だこれね、私今度ラジオでも提案しようと思うんですけど、沖縄県警は今後ですね、飲酒運転で捕まった人たち、酒気帯びも飲酒もすべて氏名を公表するということをやったらどうですかね。はい、そうですね、南大阪さん、これもフリップ使ってちょっとやってみましょうかね。はい、午前5時15分ごろ、那覇市雲寺で酒気を帯びて車を運転した疑いと。はい、同じ酒気帯びでございますね。はい、酒気帯びなんですけどね。はい、そして事細かく報道します。ビールを5、6本飲んだ、抜けてると思ったと容疑を否認ということでございまして、いや、しかし米兵の場合にはすぐ実名報道、詳細までこうして報道されるのに、はい、新聞のね、関係者でそれマラソン大会のね、はい、役員をしていて無免許で、ね、飲酒運転をして白バイを抜くというとんでもないことをしでかしても匿名報道。ゆいぽんさん、はい、沖縄多分全国一だと思いますよ。これがね、皆さん差別と言わないでなんと言うんですかね。私は本当にこれは本当に異常すぎるんじゃないかと思っていますよ。はい、そして続きまして、本当はね、区別しないといけないのにジェンダーフリーとかね、 LGBT とかでもうとにか各時代に迎合しようとする教員たちの話です。沖縄県高校障害児学校教職員組合公共村、はい、公共村のね、福本勇、執行委員長県議会を訪ねてですね、 LGBT 性的マイノリティの生徒への配慮に関する陳情書を手渡したということでございまして、何をねお願いをしたかというと、はい、いやもう本当にこんなことしてる場合じゃないだろうと、はい、学校における LGBT の配慮に関する指針を策定することと、各学校に、箇所誰でもトイレを複数設置すること、女子でも男子でも入れる誰でもトイレ、大丈夫ですか？いや特にね、まあ女性の方々こんなトイレに普通入ろうと思いますか？普通入らないと思いますよ。いやだって男子がね入ってくるところに女性がトイレ入れないですよ普通はね。いや女子のトイレをね一つ多くするとかって私は分かりますけど、はい。いやーしかしこれ本当におかしい。はい、教職員や保護者の声を反映できる合同検討委員会を設置すると。何でしょうか。生徒が私は LGB だというと合同委員会で何かやるんですかね。いや最近私思うんですよ。こういった LGB だけではなく、まあ、社会的な少数者と呼ばれている人たちがですよ、まるで正義のように奉られて、こういった人たちの言うことを聞かないとヘイトだと、差別主義者だと言って叩かれる今の風潮っていうのはちょっとおかしくないですかね。いや私はね、差別するつもりはありません。ただ区別は必要だと思うんですよ、区別ね。はい、区別。やっぱ男と女っていうのはね区別すべきです。例えば学校の名簿をね、はい、そして着替える部屋も、はい、トイレも、私そう思ってますよ。それがなんかフェミニストの皆さんは全て一緒じゃないとダメだと言って、男女同じ名簿にしたり着替えるところを一緒にしたり、なんかトイレをね誰でもトイレを複数設置する、こういうところに入るのはじゃあ私は LGB ですと主張してるのと変わんないじゃないですか。それこそ変な偏見広めることになりますよ。みんなねこういったのはそっとしておいてほしいと思ってるんです。それをわざわざこうして大きく取り上げて、そういった性的マイノリティの人たちをね表舞台に引っ張り出そうと、それをいかにもいいことをやってるんだというふうに意気揚々とするこの公共層、はい、職員組合、どうでしょう皆さん、やっぱり異常だとしか私は言えないと思います。いやこれが沖縄の教職員のやってることなんですよね。はい、そうです。ゆいぽんさん、LGB トイレ、余計に目立つやんと。さて、今日最後に、ちょっとイベントのご紹介をさせていただきます。はい、これ1月12日の土曜日、はい、浦添市産業支援センターゆいの町の大研修室で、もう黙っていられない大リレー演説大会が開催されます。私の郷土愛祖国愛県民置き材の県民投票ということでございまして、依田さんとかね、小谷博さんとか、あと江崎先生、金城照先生などがご参加いただきまして、いろいろお話をさせていただきます。いやその中に、はい、もう本当にお恥ずかしながら私も参加を要請されておりまして、はい、下の段金城輝先生の次に私は喋らせていただくんですが、本当にガチガチやりますよ。はい、はい、ということで、あっという間に今日30分過ぎてしまいましたね。話題が多すぎます。さて、ここで皆さんにお願いなんですけど、来年に迫りました、参議院選挙、はい、来年に迫りました参議院選挙で、今回私はちょっと候補者としては、選ばれない、そもそも、日本の心がなくなっているっていうことと、これからね、身を寄せようと思ってるところでは、やはり、きらぼしの方々がたくさんいらっしゃいます。そういった中で選ばれるっていうのはかなり至難の業ではあるんですが、私と一緒になってやっぱり戦ってくれた同志の方をね、これから応援をして、ぜひまた国会議員として舞台に上げようと思っております。その方は誰かと言いますと、はい、元日本の心、次世代の頃から、私たちと共にこの沖縄問題に取り組み、唯一バッジをつけて辺野古の違法テントの前で凱旋をかまして、活動家に暴力を振るわれたというお方でございます。やはり一緒に戦ったっていうその思いは、大東亜戦争でね、靖国で会おうと倒れていった戦友というね、絆をやはり感じざるを得ないんですよね。その方が誰かと言いますと、参議院の方で私和田政宗さんを今回応援しようというふうに考えております。和田政宗先生、はい、バリバリの和田先生ですよ。我々と同じ考えですしね、特に大きな地盤もないので、ぜひネットの中でみんなで盛り上げて、また表舞台に立たしてですよ、やりたい放題をしていただこうかと思ってますんで、ご賛同いただける方はぜひ、はい、この私のネット舞台の各都道府県の支部長としてね、名乗り上げていただければ、ぜひこれからどんなふうにやっていくかっていうのを皆さんの意見を聞きながら進めていきたいと思ってますんで、ご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。はい、カナダさん、そうです、ホルスタインさん、北海道から沖縄離島までですね、各地域で私と志を同じくするメンバーで応援団作ってですね、ネットの方でとにかく徹底的に応援しようと。そして私が前回の参議院選挙で取った以上のものをですね、和田先生にやっぱりつけてあげたいっていうふうに思っております。賛同いただける方はぜひ私の方に直メッセージいただければ本当に嬉しく思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。ということで、本日のオギーチャンネル、最後でちょっと調子がいいですね。パソコンが温まったんですかね。はい、ということで、今日は長々と約40分喋っちゃいましたけど、はい、これからもまた明日からも、はい、ガンガンやっていきますんで、応援のほどよろしくお願いしたいと思います。またお声掛けさせていただきますので、ぜひ、各都道府県のね、支部としてガンガンネットの方でやっていただきたいと思っております。今夜も最後までお付き合いいただいてありがとうございました。